今回は本因坊戦第3局の2日目を見ていきたいと思います。封じ手はこちらに打ちましたね。で白こちらで受けました。で黒この手が大きい手ですね。で白こちらに打って辛抱しましたね。この手はなかなか打ちにくい手だったんですけど我慢しましたね。 まあこういうふうに打ってしっかり生きておいて、まあ、後からドカンと入っていこうという手ですね。まあ、ここはですね結構これ冷静な手なんですけど、まあ、僕なんかだと、まあ、ちょっとあんまり言って入れたくないので頭出したくなるんですよね。なんですけどこういうふうに打つと頭出せるんですけど まあ黒にこういう風うに打たれて、自然とこういう風うに右辺の方が広がってくるんですよね。で、こちらの方も、頭出せるんですけどこういう風うに打ってね、あの自然と下辺の方も黒字になってきますので、まあこういう風うに打つ変化もあったんですけど、井山さんは辛抱しましたね。 ま、黒としては、まあ、白がこちらにっ手かけてくれたので、で、先手を取ってこちらのハサミに回れれば、まあ、黒としては理想的な展開で全く不満ないかなと思いますね。で、イヤムさん、こちらに一回動いてきましたね。で、これを一本決めてから、右上に作動してきましたね。これ結構、やっぱ白がちょっと形勢苦しいと見てますね。難しくなるように打ってますね。 で黒こちちに打ちましたねこれはもう目一杯に番大きく広げた手ですねここはですねトビぐらいに打ってれば手堅いですけどまあこう打って分かりやすいなら黒もこう打つと思うんですけど真ん中のねここら辺の白取れればいいんですけどまだここら辺の味が残ってるんですよね。こういうふうに動き出されて。 取れるかどうかっていうのがはっきりしないんですよね。まあ、なので、もう、目いっぱい広げてしまうということですね。はっきりしないので。で白に動き出させてで、付け越しでこ、この白を取ろうという作戦ですね。なんですが、ここで井山さんが勝負手打ってきましたね。動き出してきましたね。これは、 動かれると結構難しいですね。井山さんもさすがに勝負形にしてきますね。で形勢は結構難しくて互角のようですね、ここら辺では。でもここに打って、これまともに担ぎ出して全部助け出したので白は。で、この白石がこれ簡単に生きられてしまっては黒も 愛勝負ででで大変ですのでこれしのぎ勝負になりましたねこの白が生きれるかどうかっていう勝負になりました。でこちらから打ってで黒もこれ白取りに行ってますね取りに行ってるというか取りに行かざるを得ない形になってますねもう白がまともに動き出してきましたんでまあ結構やっぱり周り黒石だらけなので 白のしのぎは相当難しいと思いますね、部分的には。まあなんですが、井山さんの石はなかなか死なないですので、まあこういうふうに手筋を繰り出して、まあなんとか生きようとしてますね、白も。こういうふうに打って。まあ白こちらにコスみましたね。 黒がこちらに打った手がいい手でしたね。で、取って。で、白もこれが結構、粘りのある形で難しい形なんですけど、出て。で、こちらにね、下がって取りに行った手。これもいい手でしたね。で、山さんもなんとか手にしようと打つんですけど、 千葉野さんがもう正確に殺しに行ってますね。白こちらに打ちました。もうここが最後の勝負どころですね。で井山さんはとにかくね手にしようと難しく打ってますね。でこちらに下がりましたね。 で取って単に取ったのいい手ですね。取って。で出て。でナがいい手ですね。この並べがいい手でま特に外側は味がないんですよね。なんか白が。こうやって。 こういうふうに分断、右上の黒を分断していきたいんですけど、これ単純に出て、切ってて黒つながってるんですよね。白がこちらに渡っても、横から、左から当てて、当てを打って、これ白がつなげない形なので、つなぐと全部取られちゃいますので。なのでこれは外側の味がね、 やっぱこれだけ黒が周りにたくさん黒石があると外側は何も味がないんですね。並びがいい手でしたね。で出た時にまあこの手がいい手で。でここで白が投了しまして黒の中央しがちとなりました。 いや、この後はですね、柴野さんの鑑賞の一曲と言ってもいいぐらい素晴らしい内容で名曲だったかなと思いますね。この白石が取れるかどうかっていうのは相当難しかったと思うんですけど、黒が一手でも間違えたらすぐに手になるような場所だったので、柴野さんが 言っても間違えずに全てね、あの、井山さんが打った手を、打った手に対して全て正確に咎め切った柴野さん。本当に会心の一曲だったかなと思います。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。